情報課は陸上自衛隊の職種の一つ。各種情報の収集及び処理を専門的に行い、適切な情報の配布、配信を行う。職種標識の色は水色。陸上自衛隊情報課職指揮所従来の情報職域は諸職種の隊員によって編成されていた混成部隊であったが、中期防衛力整備計画に基づき2010年3月26日、職種化された。陸上自衛隊創設以降、職種の新設は、これが初めてである。教育機関は、静岡県駿東郡の陸上自衛隊情報学校、教育部隊は、情報共同体が担当する。職種記章は、左右対称であり、日本神話に登場する勤務と望遠鏡、鍵、日本刀を組み合わせたもの。隊旗及び、部隊章の職種色は水色である。それぞれ、勤務は、禁用な時期に天皇を先導した天の使い、望遠鏡はわずかな情報も見逃さない。鍵は情報の分析及び保全の各業を、日本刀は戦闘力としての情報を象徴している。なお、CIA をはじめとして、情報部隊、機関のシンボルマークには鳥が多用されるが、これはエジプト神話に登場する天空と太陽を司る神であるホルスに由来している。陸自中央情報隊及びかつて存在した陸幕調査部調査二課調査別室はヤタガラスをシンボルマークのモチーフに使用情報課職種の対象となっている主な部隊、機関等は以下の通り。情報と訳される語はインフォメーション、インテリジェンス等複数あるが陸上自衛隊で情報課職種の対象となっているのは後者である陸上総隊直轄部隊方面情報隊。方面情報処理隊沿岸監視隊方面、移動監視隊方面無人偵察機隊、師団情報隊、旅団情報隊防衛大臣直轄機関、部隊詳細は沿岸監視隊を、参照第6情報隊、第6情報隊は神町駐屯地に駐屯する第6師団の0課部隊の情報課部隊である。作戦基本部隊である師団の作戦地域全般に渡り、新たに装備された無人偵察機により監視、偵察活動を行う部隊であり、師団司令部の情報業務の支援を任務とする。第8情報隊、第8情報隊は、北熊本駐屯地に駐屯する第8、師団0課部隊の情報課部隊である。師団0課部隊として最初に編成された。作戦基本部隊である師団のための UAV による監視及び偵察。並びに、師団司令部の情報業務の支援を任務とし、新たに装備された中域用 UAV をもって、師団長の迅速な状況判断、遠距離、早期からの火力発揮に資するため、洋上から作戦地域全般にわたり監視、偵察を実施する。また、司令部、第2部の情報業務を支援するため、情報処理班による収集、処理を実施し、多様な情報ニーズを、迅速、確実に処理して、師団長の状況判断に資する情報資料を提供する。部隊のシンボルは、熊本市の鳥、シジュウカラで、鳴き声を組み合わせて、仲間に伝える、能力、飛翔、金色の姿は、情報全般の象徴をイメージしている。第15情報隊、第15情報隊は、那覇駐屯地に駐屯する、第15旅団0課部隊の情報課部隊である。無人偵察機、スキャンイーグルを運用し、沖縄県の離島への不審船接近などを監視、偵察活動を行い、南西防衛の第一線部隊である旅団の任務達成に必要な情報収集と関係部隊に対し迅速な情報提供を任務とする。ありがとうございます。